こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はシンコペーションの読み替えですね。タム移動いろいろあるでしょ。これ本当にね、アラン・ドーソンさんは2000種類ぐらいこのやり方を作ってるそうなんですけど、まあとにかく使えそうなものね、ドラムの、本当に実践で役に立ちそうなものからまず解説していくんですけど、こちらですね、32分音符でアクセントを作っていくってやる方をするんですが、それをアクセントの位置でタム移動していって、給付を考えて給付を抜くってことをやります。で、6連符でもそれ同じことができるんで、やっていって給付を考えてタム移動するっていう形の、解説をしていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはこれですね、32分音符のアクセントってことですね。これはイーブンで考えます。タクツクタクツクツクツクタクツクタクツクツクツクタクツクツクツクっていうふうに考えます。で、これで、アクセント移動バスラシブの、ハイハット24で、叩いてみましょう。はい、それではですね、今のできたやつを、今アクセントの位置のやつをスネアハイタム、フロアタム、ハイタムとこう上がってったり下がったり上がったりするんですね。で、ポップスのフィルインの場合は下がっていく、下降するっていうリズムの変形なんで、こう下降するだけなんですけど、メロディーとして考えてるんですね。だからこれマックス・ローチとかトニー・ウィリアムスがすごくやってる、多分解説欄に貼ってあると思いますけど、そういうドラムソロやるときにトンターントンターンターン、長い音符を表現してる感じ。最初ね、モサく聞こえるんですけど、慣れてくるとね、これすごくメロディアスでかっこよく聞こえてくるんですよ。まあちょっと人を選ぶかもしれないですけど、そしたらスネア、ハイタム、フロアタム、ハイタム、スネア。これ位置的には僕はスネア、ハイタム、フロアタム、ハイタムっていう風にやりましたが、スネア、ハイタム、スネア、フロアタムみたいな形でもいいですね。いろいろやっていただければいいと思いますが、タッタータッタータータータっていう風に聞こえるようにね。で、ここ、まあ、給付がありますが関係なく、次のアクセントの切り替えの時にどん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 移動していくって感じですね。移動する時のちょっとこう、早くする時のコツなんかもお話ししていると思います。それではやってみましょう。早くした時のコツはですね、こういう、素早くこう体でこうキュッ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 って動かしていく練習をすると早くできます。はい、それではですね、やっぱメロディーなんで給付もちゃんとやりましょうねということで、ここ給付をこう抜きます。で、ここも抜きますっていうやつもちょっとやってみましょう。こっちがまあ普通だと思っていただければいいかなと思いますが、説明的にはアクセントしたところをこう移動していくって感じで、そしたら今度は給付にも着目しまうねっていう感じですね。やってみましょう。せーの。それではちょっと、はい、それではですね、次は6連符でやっていきたいと思います。6連符ではですね、要はまあ同じようにイーブンなんですが、タクツタクツツクツタクツタクツツクツタクツツクツになりますが、この裏拍のアクセントの場合はさっきは全部右手で移動だったんですが、これ左手になるので、だから交互にで右左左右右っていう風に出て、交互じゃないですね、この位置に、表の位置はオンの位置は右手だけど、オフの位置は左手で出てきますので、それで練習してみましょう。
はい、それではですね、タムの1でそれやってもらってもいいんですが、譜面にはそれも書いてあるんですけど、こちらの方ですね、もうこれ抜いてください、最初からね。だからそうすると右、ここ左からハイタムになるのでね、でこう左でフロアに行きます。これ結構難しいです。体ごと回してやればうまくいくと思いますので、これで練習してみましょう。はい、ということでございました。これまあ僕結構好きなんで、上がってったり下がってったりね。でこれこうアートブレーキとかはその1個の音符のところをこうリムカタカタカトコトコトタカタカタトコトコカラ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 ってあっちこっちのリムを使ったりとかしてね、それも一つの音色として使ってます。なのですごいかっこよく上手くなってくると、うまく使うとこれ本当にかっこいいんで、ぜひこれをやっていっていただければと思います。前回と一緒ですが、超地味だけどいつまでもやってたい大好きな練習シリーズでございました。というわけでですね、まあ、ちょっと難しいですけど、ぜひトライしてみていただければと、結構すぐ使えると思うんですけどね、頑張ってください。それでは、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。